んちゃ、どうも、渋谷なぎこです。んちゃ、小島かりんです。なぎこじです。でーす。はい、ということで、はい、今回はですね、ただいま、NMB48 の9期生オーディションが開催中なんですけれども、エントリー募集中でして、でそこで、その9期生オーディションに参加される皆さんの少しでも背中を押せるようなお話ができたらいいなと思って今回動画を撮りたいと思います。そして私のインスタグラムとツイッターで皆さんから質問などを受け付けているので、その質問に今日は答えていきたいと思います。なぎチャンネル。オーディションね、なんか、何年前ですか、オーディション。私は今10年目なので、10年前。10年前、もう人生がもうガラッと変わりました。いや本当に、いや本当に自分がまさかこんな人生を歩むなんて全く思ってなかったし、うん、今こう見ていらっしゃる皆さんと全く同じ気持ちですね、うん、そうですね、うん、私もそれこそ NMB が好きで応援していて、そうやな、そうで、全然アイドルになりたいっていう気持ちがあったわけではなかったんですけど、うんうん、友達に誘われて受けたのがきっかけで、ここまでね活動を続けられてるので、本当にその一つの自分の一歩で人生が全て作られて変わってって、うんうんうん、ね、本当に何が起こるかわからないです。いや本当にオーディションってすごいきっかけ、いや本当に、ね、勇気はいるかもしれないけど、意外となんかこうやって動画を見てくださってるっていうこともまず巡り合わせな気がした。確かに、私はな、だからなんかこれも一つのきっかけになれて皆さんとお会いできたら嬉しいなと思っております、うん、思います、はい、じゃあ質問。関東に住んでいる人でもお腹は鳴りますか？ではいただいた質問。聞こえた。関東に住んでいる人でもオーディションを受けれますかという、うん、なんですけど、こじりんがね、はい、まさしくも、そうなんです、埼玉出身 で、うん、で受けた年齢も高校2年生の春だったので、まだ学生で、うんうん、はい、でも年齢が好きだったので受けたんですけど、オーディション期間とかもそのたんびに、うん、お母さんと一緒に、はい、オーディションがその書類審査、面接、うん、三次審査っていう風に何段階かに分かれていて、二次審査の今回もそうなのかちょっと分からないけど、うん、二次審査の面接の時には実際に大阪に行かなきゃいけなかったので、うん、お母さんと一緒に、行って受けるっていうのを毎週ですね、週に1回行ってやってました。わー、そう、なんかでもその期間もドキドキするよな。そう、でも私は結構それもプラスに考えてて、うん、大阪に行ける機会なんてなかなかないし、確かに、そう、ね、お母さんもなんかじゃあ一つこう大阪観光っていうぐらいの気持ちでついてきてくれてたので、うんうんうん、最初は本当にそれぐらいの気持ちで行ってましたね。ね、そう、なんか関東でもオーディション受けれる。受けれます。受けれます。はい。NMB はその大阪を拠点のアイドルですけど、大阪住んでる人じゃないとダメとかっていうことはないので、はい、勇気があればぜひ。韓国出身のメンバーもいますよ。そうなんですよ。韓国から一人で。そう。ね。NMB になりたい。だからみんな、そのちょっと寂しい気持ちももしかしたら出てくるかもしれないですけど、うん、寄り添ってくれる仲間がちゃんとどしっと構えてますので、はい、ちょっと半端になってくる。なんかちゃんとしないかと思ってる。のでのでのでグーポーズだけでね、大丈夫ですとか言ったらのでだけ。ちょっと今回本当真剣な皆さんの気持ちを受け取ろうと思って真剣にしようとしたらなんかちょっと緊張しちゃって。いいですよ、いつも通りでね。いつも通りでので大丈夫ですよ。演技のお仕事をしてみたいと思っているんですが、NMB48に入ってもできるんですかという質問がありましたが、これはせーの、できます。 NMB48 っていうのはいろんなお仕事につながるなんか職業だなっていうのをすごく私自身思ってて、私はこうアイドルっていうのも最初もちろんすごく目標でアイドルになりたいと思ってこう入ったけど、
やっぱりなんか自分の武器ってなんだろうって活動していく中で NMB はバラエティとかすごくなんか近いグループなので、そこで、あ、自分ってバラエティが好きなんだとかっていうのも見つかっていくし、あとは演技とかも挑戦する機会もたくさんあって、うん、舞台に出てるメンバーとかもいるし、ミュージカルにね、うん、メンバーやってるメンバーもいますし、ドラマ出演もね、してたり、映画出演をしてる子もいますね。あります。だから本当になんか、いろんな分野で、その、演技もできるし、モデルっていう、そうですね。お仕事の方でも活躍してるメンバーもいるし、本当に今なりたいって思ってるものを、今 NMB で開拓できてなくても、もし、その、あなたが思ってくださってるとしたら、開拓できる場所だと思います。いや、本当にその思いがあれば、うん、自分の発言だったりとか、行動でその道が切り開きやすい場所だなってすごく思います。私、うんうん、それの味方して一緒に頑張ってくださる、うん、スタッフさんとかもすごくいてくださるし、うんうん、なんかそういう風に NAB48 を今の形じゃなくてもっとなんかいろんな分野に連れて行ってくださる方もすごくお待ちしてま す,、うんですね、私たち自身、うんうん、はい、なのでぜひやりたい演技もぜひ挑戦して、うん、はい、はい、一緒に頑張りましょう、はい、アイドルが好きっていう気持ちだけで応募しても大丈夫ですかと質問を受けてますが、はい、大丈夫大丈夫、おはい。しかも私はもう NMB だけしか興味がなかったけど、うんうんうん、本当にその気持ちだから今ここにいると思ってるし、うん、その気持ちがあることはすごくなんかいろんな、なんだろうな、その気持ちがあったから自分は NMB のためにこうしたいなとか、うんうんうん、いろいろ自分の夢につながったなってすごく思います、うん、アイドルが好きだからこそプロデュース、アイドルプロデュースっていう方に自分がこうお仕事させてもらったりとか、うん、本当に自分は自分自身もアイドルなんだけどそれだけじゃない経験までできたので、そうやな、うん、視点がやっぱりなんかファンの方の目線のなんかそういうものだから、ライブのセットリストとかも一緒にスタッフさんとかとこう考えて作ってくれたりとか、あとミュージックビデオの監督もしたりとか、そうなんです、なんかそういう風ないろんな、だからもっと見たい NMB をなんか自分の手で作れるみたいな風なこともできたりとかします。あとやっぱりファンの方の気持ちが分かるから、すごくファンの方への思いも熱くて、うん、信頼関係とかも深まると思うし、うん、なんかいいこと尽くしというか、うん、やっぱり NMB を好きな方に入ってきていただいたら、 NMB の良さってなんか自分たちでやってると何かっていうのがだんだんこう見えてこな、なんだろうって分からなくなることもあるんですけど、そういうのを改めて教えてくれるきっかけになったりとか、うん、NMB の強み、好きなところをもっと私たち自身も知るとより皆さんに伝えられるので、ぜひ来ていただきたいです、うん、お待ちしてます、 待ってます、ね、自己 PR の文章をどういうのが書いたらいいのかっていうのが結構質問来ているんですけど、覚えてますか、何書いたか。もう私全く覚えてない、何やろ、覚えてないな。パンチとキックとかかな。バレーボールやってたとか、そうだそうだ、なんか格闘技1年間やっててパンチとキックできますとか、うそう、あとメイクをするのが好きですみたいなのを書いて、結構オーディションの時にメイク好きなんですかって言われて、はい、お母さんとかお姉ちゃんのメイクとかしたりしますっていうような。会話したり、確かに自分も今そのオーディションの時に聞かれた質問でなんとなく思い出したんですけど、多分 NMB が好きでコンサートとか見に行ってましたとかを書いてたかもです、はい、か、あとダンスが好きだったので、うん、ダンスが好きっていうことも書いてたかも、あと学級委員してましたとかも書いてたかもしれないです。なるほど。自分のなんかちょっとでも人間性が伝わったらいいなってちょっと思いました。そうですよね。なんかその高い、なんかすごく素敵な、なんていうんやろう、すごくその学級委員とか、うん、そのかっこいい肩書きじゃなくても、うん、
なんかただただ本当にその人の素直な人生、うん、今までの人生とかどんな人かっていうものが見えるような文章で私はすごくいいと思ってて、うん、NMB は個性を生かすグループだと思うし、個を大切にしてるグループなので、なんか私は人より全然しっかりしてないとかもうドジばっかりとか、でもそれが長所になるグループだとすごく思うので、自分のそういう恥ずかしい自分からしたら短所かなって思うところも長所だと思って、ぜひ書いていただきたいなって私はすごく思います。正解とかないですね。ない、はい、し、なんかオーディションの時もそのダンス審査とかもあったんですけど、私は全く踊れてなくて、でも私やりますみたいなあの表情だけめちゃくちゃ決めてて、だから踊れなくてもやる気みたいなところが見える、そういう部分を見てるから、はい、うまい下手じゃないですよね、うんうん、これに関しては本当に。そうなんです、うん、なのでぜひなんか自分らしさっていうか、その自分らしさって何かっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、カッコつけようと思わずにこう肩のに下ろして寝転がりながらオーディションの場所、うん、書くぐらいがちょうどいい、書くぐらいがなんかちょうどいいんじゃないかなとも思いますね、はい、加入してから NMB で活動しながら自分の個性見つけていったりとか、うんうん、あ自分この方が得意かな不得意だなっていうのが見えてくると思うので、最初から見えてなくて全然いいんですよね、はい、いや本当になんか自分自身も今の自分のイメージとか、 なんか印象とか自分自身っていうのは周りの方に見つけていただいて、それに自分が気づいて今の自分の個性っていうものがあると思うので、なんか、うん、その新しい自分とか発見をしてもらえる場所で私本当に NMB と出会えてよかったなって思います、うん、親に反対してされて受けれない、うん、親に納得してもらえる方法はありますか、うん、反対されましたか。いや私は本当になんか両親がすごく温かかったから、全然やりたいと思ったらやりっていう感じだったんですけど、うん、どうやった。私はあそうなの、やってみたらくらいな感じでした。そうなんかそうですね、でも受かった時は結構本当に受かったのっていう動揺があったみたいです、うん、自分はやっぱ埼玉ってこともあって、でまだ高校2年生で一人で大阪に行かせるってことも心配もあったし、だからお父さんがその契約書みたいなね書くんですけど、うん、その時泣きながら書いてたっていう、うん話を聞いたこともあるので、多分私の親も 100% もういいよ行ってらっしゃいって言い切れたわけじゃなかったと思うんですよね、うん、本当に急な出来事で決まってったから、だからすごく親御さんも大切だからこそ、うん、多分簡単に OK って言えないっていうのもあると思うんですけど、逆に私はポンポン受かったからこそ、うん、なんかもう行くしかなかったんですよ、うん、止まることができなかった、止まることができなかったっていうのもあるから、なんか一発目の書類審査は、うん、自分でできることじゃないですか、自分一人で応募できるものでもあるので、うん、一旦そこまで受けちゃうっていうのはありなんじゃないかなって個人的に思います。まあ、これそうな、うん、やっぱりこのグループに入って NMB で活動するっていうことになると、やっぱり絶対に家族の皆さんに 何かしらこうお手伝い負担とかもいろいろ環境がもう180度変わってしまうから、やっぱりなんか一人自分一人だけでできることではやっぱ年齢も若いし正直なんかないのかなと思うんで、難しい、なんか私たちから何か言うことは難しいけど、でもこれからの人生やっぱり自分で人生を生きていくわけで、何か決断とか自分が本当にしたいって思って頑張りたいって思うとしたら、それはもちろんご両親の承諾は絶対に得ないといけないものだと思うけど、気持ちを伝えたりとか自分の人生を生きる覚悟っていうのを若いうちにこうなんか持って行動するっていうのも、一
つなんじゃないかなとは思いますね、うん、だからやっぱりこう信頼、やっぱり不安、ご両親も心配だと思うし、今の時代 SNS とかでいろいろなんかね問題とかもあるから怖いと思うんですけど、だからこそ自分自身が両親にちゃんとこの子なら背中を押しても大丈夫だなって信頼してもらえるような自分に、なんか自分自身も人としてやっぱり成長しないと、自立して心を保たないといけない世界だと思うので、そこを信頼を勝ち取るような行動とか言動っていうのを頑張っていただけたら、それがご両親の説得にもつながると思うし、 NAB48 で一人で活動していくっていう中での強みにもきっとなると思うので、うん、本当に自分自身がそうだからこそすごく思うのは、本当に強くなりました、うんうんうん、親とは離れて過ごすことになって、自分で何でもしなきゃいけないっていうことをこんなに若くからできたことは、本当に自分の今後の人生すごく生きてくると思うし、そうやってこう両親を思えば思うほど自分の活動にも気合が入って、こう自分がやりきってちゃんと喜んでもらえる姿を見せたいとか、納得してもらいたい、そして NMB に加入させたことっていうか、 NMB に見送ったこと、送ったことをすごく良かったなって最後に思ってもらえるような活動がしたいってすごい思うことで、本当に自分が頑張れてきたので、うんうん、それさえも自分の力になると思います。そうですね。うん、いやもうぜひ、でもしっかり気持ちがあって頑張ったら、うん、きっと進みたい場所に進めるグループだと、はい、うん、そういうグループに私たち自身もしていきたいなって思うので、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。NAB48 が大好きで憧れのグループですけど、でも自分の容姿に自信がないですという質問がありますけど、私もです。私もです。こんなんやったら、うん、アイドルで入ってきて自分が可愛いと思って入ってんやろってきっと思われるとは思うんですけど、うん、まあそれはオーディション受けるときは、うん、私も渋谷家のアイドルとして君臨してたもので、そうだったんですか、今までの人生正直君臨してたので、まあ、ちょっとなんか、うん、ちょっとだけは、まあ、そりゃ自分に自信はあって応募したと思うんですけど、やっぱり入るともう上には上がいる、そう、もう周り可愛い子ばっかりで、でもだからこそ私はもう可愛さではみんなに勝てないと思ったので、自分で他になんかみんなに負けない武器になる強みってなんだろうっていうことで、こうバラエティを頑張り出して、今はなんかこう自分自身なんかすごく行きたい、なんかやりたいこととかもさせていただけるようになったので、容姿だけじゃない世界で、あと人の魅力って容姿だけじゃない、絶対にそうじゃないと思うし、あとも100人いたらみんなタイプが違うわけで、そうです、そうです、だから自分ファンの方って本当になんか自分、うん、私のことで自分のことのように喜んでくださるんですよ、うん、なんかそれって家族以外で私はそんな存在に NB に入らなかった、出会えなかったなってすごく思うし、うん、だから絶対に自分の容姿がお世辞抜きで本当に好きって思ってくださる方が絶対に集まってきてくれるし、うん、認めてくれる人が絶対にいるので、うん、そう、どんなに自分自身に、うん、私も今自分の容姿に自信がなくても、ファンの方はそんな自分をすごく好きでいてくださって、うん、自分に自信をつけてくださる、なそれがやっぱりこのアイドルならではのことだなってすごく思いますし、うん、NMB に加入して嬉しかったこといっぱいあるし、良かったことってたくさんあるんですけど、うん、その中でも良かったなって思う中の一つで、垢抜けたこと、みんながそうだと思うんですよ、うん、NMB に入ったメンバーが初期の写真と比べるともうガラッと人が変わったように、本当に綺麗になっていくメンバーがすごく多くて、自分自身も加入してなかったら逆に どんなんだったかなって思うくらい、初期の写真調べないでください。やめて、もう本当に、いや、私もやめて、本当にやめてください。でもああなりますよ、
よって。でもここまで自分の今の最大限までは、うん、なんかメイクだったりとか自分に似合う髪型をやっと出会えて、私も髪の毛もともとロングだったけど、うんうんうん、切ったことによって自分のなんか雰囲気変えることができたりとか、自分と見つめ直す時間、自分を見る時間が増えるからこそ、うん、本当に変われます。そうですね、うん、やっぱ見られるっていうのはすごく大きいなって思うし、うんうん、やっぱいい面もある、いい面もあれば悪い面もきっとあると思うんですけど、こう見られる、比べられるって、うんうん、でもそれをどう捉えるかって自分次第っていうか、うん、やっぱまあ使えるか分かんないけど、うん、容姿のことで言われることもなくはないですね、うんうん、なかったけど言われることがあるけど、うん、それでもそれが逆に、あ、自分の中でじゃあこの部分を改善できたらもう少し綺麗になれるかなとか、うんうん、自分はすごくそれを逆になんかプラスにできるというか、うん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 、できると思います、ね、自分のことを知るきっかけになれますので、ね、うん、本当になんか絶対に綺麗に、そのもう本当にもう大丈夫です。なんで、いやでもそう、わかります。その心配は、うん、みんな持ってて、みんな抱くと思うんですけど、うん、でも本当に人間は中身だと思うし、絶対にすごくなんかこう中身が良かったら人を魅了できると思うし。それが表情に出てくると思うので、うん、はい、ぜひぜひそんな心配いらないです、はい、これもたくさんの質問いただいてるんですけど、年齢は若くないとダメですか、うん、分からないですかという質問。そんなことないですね、うん、なんかその年代の良さがきっとあると思ってて、うん、本当にその一番若い子とか、例えばその中学生とか、12歳とかからでしたっけ、13歳か、11から何、22、11歳から22歳までこう幅はあるんですけど、その11歳の子だからこその未来とかもあると思うし、あと22歳だからこその未来もで、なんか、うん、若いからとかじゃなくて、22歳で今までの人生で培ってきたその子だ、うん、ならではの魅力とか NMB にとっての役割っていうのもすごくあると思うし、だからどの年代でもその子その子に役割が絶対にあるので、なんかそういう若いから取るとか、うん、そういうことは NMB 今回のオーディションはないですね、はい、そこを目的にしてもいいし、うん、これから NMB48 ももっともっと大きくなって、みんなでこう頑張れるようなグループ、うん、この個性をこうもっと活かせるようなグループっていうのが今回のオーディションの目的なので、うん、大丈夫です、うん、なんか私は逆に年齢が高ければ高いほど持ってる知識が多いし経験値も高いから、うん、できることがやっぱ幅が広いなってすごく思うんですね、うん、だから年齢が高いから不利とかそんなんはなくて、逆に武器にできるところでもあるなってすごい思います、ね、和田美優ちゃんが22歳とかで入ってきましたよね。美優ちゃん大人やったな。そう、美優ちゃんが結構そう割と出来上がった状態で入ってきて、だからなんか今とかグラビアとかでもすごいなんか活躍してるし、でもなんかアイドルになると若くなる。確かに私も今年6なんですけどって思わない、まあ、自分自身が子供っぽいっていうのもあると思うんですけどでも確かに本当にそれはありますね。思います。私はまだ高2で入りましたけど、うん、高2の中で言うと割と大人っぽいタイプだったと思うんですよ、うん、高2の中でも。だから自分がある程度大人の考えを持ってたからなんかできたことって多いなって、ね、はい、思うし、面倒を見れた同期の帰省、うんうん、同期が結構若いメンバーが多かったので、お姉ちゃんの役割をすることも自分にとっていい経験だったなっていうのも思うので、いいこと尽くしです。確かに、で若い頃に11歳とか中学生とか、
高校生で若い頃に入ったら入ったで、うん、なんか真っ白な状態というか、なんかそういう状態で入っていったらなんかこうよりたくさんのことを吸収して、うん、吸収力がやっぱ、うん、大きいっていうか早いですよね、うん、ね思います。本当に何も考えずにまっすぐ進めるっていうのは、うん、その若さの武器でもすごくあると思うし、うん、ライブとかでもやっぱお姉さんがする表現と若い子がする表現はまた全然違ってて、でもそのなんかフレッシュな子がやる表現ってお姉さんの方がやっぱりなんかすごく上手に見えたりするかもしれないけど、それはそれで若いその時代にしか出せないぎこちなさ、なんていうやろ、頑張ってるそれがすごく魅力だと思うし、お姉さんの綺麗なのもすごく魅力だと思うし、だから今の年齢に自信を持って、てか年齢の世界じゃないですね。はい。なので大丈夫です。ダンスができなくてついていけるか不安ですという質問がありましたが、なぎささんに答えてもらいましょう。どういうことですか。なんで私にって言ったんですか。なぎささんは、うん、今でも本当に大変そうですから。もう一度やった曲とかも全部ゼロに戻って一から覚え直しをするような方なので、はい、そうですね、1週間経ったら全部だいぶいいアドバイスになると思いますよ。本当に私は本当に入った時からダンスができなくて、いま、うんうん、だに首こ横これができないですよ、はい、できるようなできますね。ほらコシリンはめっちゃダンスが上手なんです。私は全くこれもできない、もう前と後ろもぎこちないぐらいなんですけど、でも私も、うん、そのダンスができなかった、うん、でもやっぱり気持ち、もうパッションはすごくあった、うん、情熱はすごくあったので、うん、ダンスはできないけど、その代わりに表情とか表現とかなんかそういうものを武器にしようと思って、うん、なんかそっちを頑張ったら、なんかそれをなんかこう評価してくださる、なんか好きって言ってくださるファンの方に出会ったりとかして、あとまあ10年ダンスやったらそれは10年やっただけの実力はつくから、うんうん、もうなんか徐々にまあできてくるものではあります。時間とともにね、時間とともに、やっぱ経験とともに、うん、でも見てて思うのは努力だなってすごく思ってて、やればやるほど上手になるし、人を見て渚さんってすごい人を見てできる人を見て、あの上手い子はこうやってやってるんだから渚さんもこうしたらいいやってやって自分でそうやって取り入れていくっていう、そういう姿勢もすごくて、それがあっての今の渚さんだから、こうできないからじゃなくて絶対にできる時が来るというか、はい、できますね、誰でもできるし、うん、あとはもっと気持ち次第で、もうできなくてもその本当にこの NMB のアイドルの良さってできないところをファンの方が見て応援してくださるっていう、うん、そうできないところがなんか素敵で、それでだん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 できてくるようになるの、うん、成長を見るのがなんか楽しいって言っていただけるのが本当に嬉しいし、うん、あと頑張ったらちゃんとファンの方が褒めてくださったり、うん、見てくれる人が絶対にいるので、うん、だから頑張れるっていうのもすごくありますね、うん、あとやっぱり本当にメンバーが優しくて、コジリンとかもダンスがすごい上手やから教えてくれるし、それは私だけじゃなくて、うん、後輩の子にも入りたての子とかにもこう付きっきりで教えてくれたりとか、絶対に手を差し伸べてくれるメンバーがもう他にもたくさんいるので、うん、そこはもう安心して DB48 というグループにも抱かれてください。いや本当に安心して来てください、うん、はい、私がいますんで、ダンスできない代表、心強い味方がいますか、うん、あと覚えれない代表も私がいるので、はい、ギュッと抱きしめます、とりあえずあなたのこと、髪型が変えれないと聞いたんですけど、本当ですかという方がありますけど、あ、研究生、うん、まず加入すると研究生からのスタートになるんですけど、うん、研究生の時期は固定ヘアっていうのが決まっていて、うん、ありましたか？ありました。巻き下ろしで耳かけでした。
私も巻き下ろしでここに編み込みをするっていう、うん、固定ヘアがあったんですけど、研究生の間はその髪型が固定になっているんですね。で、研究生から昇格してチームメンバーになると自由です。で、その研究生でなんで固定にしてるかっていうのは、やっぱりあのファンの方にまず印象をつけて、あの子やって覚えてもらって見つけてもらうっていうために、うん、常に同じ髪型にしているっていうのがあります。そうです、意地悪とかじゃなくて、そうそうそう、本当にそれがみんなのためになるからっていう工夫ですよね、うん、NMB なりの、はい、だし、メイクさんもそのこのなんか顔とか雰囲気とか、ね、雰囲気とかに合わせた髪型をこう作ってくださるので、うん、はい、それは、まあ、最初の方はそれですけど、うんうん、そう、でも最初研究生の時はいろんな髪型ができるお姉さんたちが羨ましかったので、うん、もう早く昇格したいって、それさえもうなんか活力になってました、ね、自分の、うん、そうですね、はい、で本当に、ね、メイクさんが可愛くしてくれますので、はい、楽しみに。ヘアメイクもね、すごく楽しみです、うん、そうですよね、うん、最後に NMB のメンバーになってよかったなと思うことはありますか？ということですけど、いっぱいありますよね、これは本当に。そりゃ大変なこととか辛いこととか涙もたくさん流しましたが、うん、結局今パッて後ろ振り返っても、うん、本当に NMB になってよかったって心底思います、うんうん、なんか本当家族のように自分のことを、うん、もう無償の愛と言いますか、もう本当正直こんなこと言ったらいいですけど、血もつながってないあの方がこんなにも愛してくださって、常に味方でいてくださるたくさんの方がいらっしゃるっていうのもすごく幸せですし、うん、メンバーという本当になんか一緒の一つの目標に向かって、年齢とか今まで過ごしてきた人生とか住んでる場所とか全く違う子たちが一つに集まって一緒の目標に向かって頑張って一緒のものを作り上げるっていう、その仲間に出会えたことも幸せですし、あと本当にこう自分たちをなんかよく本当輝いてるとかキラキラしてるって言っていただくんですけど、それはスタッフさんが私たちを輝かせてくださってて、私たちがすっぴんで、あの寝巻きでステージ上に立ってたらもう何にもないです、キラキラじゃない、何ともないんですけど、うん、そういう風に輝かしてくださるスタッフさんとか、何かあった時に常に寄り添ってくださるマネージャーさんとか、そういう皆さんがいてくださる、自分の人生にこんなにたくさんの人が関わってくださるんだっていうような幸せとかもすごく感じます。あと、なんか自分が思いもよらなかったような、こう、出来事が起こったりとか、自分が目標としていたような芸能人の方とか、うん、なんかそういう場所に立てていたり、あとは、なんか親に、こう、親孝行ができるっていうのも、一つも入ってよかったなっていう、自分にとっての幸せだなって。うんうん、グループに入ったからこそこんなに日々笑って泣いて悔しがって怒って、でもやっぱり常に目はキラキラし続けられるっていうのは、私は入ってよかったなって思ったことです。うん、私はね、なんかここ最近この世の中にアイドルってもういっぱいいると思うんです、うんうん、そこら中に誕生してると思うけど、うん、私はやっぱ NMB で良かったってそれはすごく思うし、うん、NMB じゃなきゃ経験できなかったことが本当にたくさんあって、たくさんあります。そう、なんかね、本当に人との出会いっていうのは一番すごく大きかったなってすごく思うのと、うん、キラキラした衣装を着させてもらってステージに立って、うん、なんか自分じゃない自分に出会えるみたいな、わかる。なんかさ、ステージのさ、うん、動画とかさ、なんか見てもさ、あ、これ自分みたいな。いや、本当に思います。なんか、家に いながら自分のテレビとか見てさ、え、これ自分こんな人と喋って、って思ったりとか、やっぱりなんか常に、うん、
常に今までの人生の渋谷の人はいるけど、もう一人の自分もいるっていうような、うん、なんかすごく不思議やけど、うん、楽しい、なんか感覚があります。うん、ありますね。で、なんか、何より自信が持ってるのは、なんか、本当に、青春が味わえるグループだなっていう風にすごい思ってて、まあ、26歳になるし、うん、私も23になりましたけど、この年でも青春ってまだ言えるのが嬉しいです。そう、しっかり悔しくて泣くとか、そう、しっかり仲間となんか何か目標を達して涙するとか、うん、なんかそういうのって本当私は、高校1年生の冬に入ったんですけど、中学の頃はそうやって、ね、普通に高校生活、うん、中学生活楽しめたけど、うん、高校生のなんかみんながなんかよく話すような青春とか、うん、そういうのは経験できなかったけど、うん、NMB48 でそういうものをすごく味わえてるなって思うし、今も青春真っ只中というか、うん、終わらないですよね、ずっと、うん、このアイドル人生が、私たちの NMB 人生が終わるまでずっとその青春続くって思ったら、本当にどこまでも夢がいっぱいのグループだなってすごく思うので、うん、ね、年齢を気にしたりとか、うん、自分に何もないとか得意分野が何もないとか、そういったものもこのグループに入ることで全てが変わって、何か自分に一つでも自信にもが持てるものが出ると思うので、うん、その一歩を踏み出してもらえたらすごく嬉しいなと思います。本当になんか絶対みんな一人一人人間にはキラキラしてる、うん、何か宝石の原石は絶対にあると思ってて、うん、なのでそれが、見つかるか見つけられるか磨けるかっていうところだと思うので、やっぱりその挑戦っていうのは、うん、ぜひそれが NMB48 になりたいと思ってくださってるならそれのきっかけになれたらいいなと思うし、うん、なれると私たち自身も思いますので、皆さんの応募、はい、本当に心よりお待ちしてます、ね、でも私たち自身も本当に皆さんに、うん、こんなに NMB に入ってほしいってすごく思ってるからこそ、うん、自分たち自身ももっともっと NMB に入りたいとか、はい、このグループになんか入ってよかったって思っていただけるようなグループ作りっていうのを頑張りたいなって思いますし、もう皆さんを素敵な場所に連れていくって、はい、私はもっともっと頑張って誓うので、うん、ぜひもう安心して入ってきていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。はい、ということで、今日はね、ちょっと緊張しました。いつもより背筋が伸びてましたね。はい、背筋が常に伸びて。でも本当に人生の、ね、皆さんの人生が変わるきっかけになると思うので。でね、この動画が、そしてその皆さんの人生も変わる、ね、うん、何かになったら嬉しいなって思いますね。うん、なので、本当にお待ちしてます。ぜひ、入ったらなぎチャンネル撮ってください。そうだ、もしかしたら、そこに見てる皆さんが、ここにいる可能性が。またあれします、チャンネル登録してるかじゃないかな。チェックビリビリチェックもするので、はい、ぜひその時今のうちに、はい、しておいてください。お願いします。ということで、以上、オーディションの応援動画でした。ありがとうございました。待ってます。待ってます。じゃあ、せやで。でー。